彫り足綱は、軟体動物門に属する分類群。いわゆる角貝類のことで、角貝綱とも。角貝という文字通りからは一見水牛の角のような形状である。形態や生態から2枚が貝綱と複足綱の間に位置づけられることが多い。彫り足綱全体に共通する形状として、殻は角を思わせる、緩やかにカーブした筒状で、 上端と下葉は必ず開いている。この上端側の穴を後口、下端側の穴を空口と呼ぶことが多い。また、カーブの外側を腹側、内側を背側と呼ぶ。角表に和脈と呼ばれる筋がある場合、ない場合まちまちである。また殻色も白色、薄黄色や赤紫色など様々であるが白っぽい色をした種が多い。拡張は、 数ミリメートルの種から数十センチメートル程度で、原生種の中では、マダガスカル近海に生息するデントリアムマティビリーが最大とされ、20センチメートルを超える。以上のような細かい特徴はトガヤ属、種などにより様々であるが、彫りツナ全体の形状としては、複足砂や2枚貝合いと比べると統一感があると言える。殻の後口側に肛門が、殻口側に頭。 足がある。頭部は目や触覚など多くの感覚器官を欠くが、平行法と呼ばれる感覚器官を持つほか、食物を捕食するための頭糸と呼ばれる触手状の器官がある。これらの器官を使用し、餌を捕らえ、施設で擦り取って食べるとされる。エラは持たないため、該当膜が代わりとなり、海水中の酸素を取り込む。また、 以上のような器官や殻などがすべて左右対称になっていることも掘り足砂の最大の特徴の一つである。なお、蓋は持たない。私有遺体。浮遊性のトロコフォア妖精ベリジャー妖精を経て着底する。通常、2枚外ナと同様に足を用いて泥底や砂底などを掘り、埋没して生活する。この際、後口を砂や泥から出し、排泄や、 海水の交換を行う。蒸気のようにエラを持たないため、外頭膜で酸素の交換を行うが、この際、足を収縮させ、海水を循環させる。また、平行方や頭糸を用いて餌を捕食し、施設で擦り取って食べる。すべて海産種で、世界中の海に広く分布する。また、生息深度も幅広く。 長寒帯深海まで広く分布するが、生息環境は比較的柔らかい海底に限られる。いかににした外族までの分類を示す。ただし、確定的に定まったものではなく、分類は非常に流動的である。スカーフポダホリアシツナデントリダツの外目ャデリーダ、口切れツの外目エントリモウァミカドツの外目、ゴディラモウハ口切れツの外目。ありがとうございます。